あらひばりじゃない温泉以来ねははるかさん超秘伝忍法書を持っているんなら返してくださいあら残念。超秘伝忍法書なら私たちのリーダーに渡しちゃったえって言ったら信じるどどっちなんですかそれれを知りたければ、 私を倒せばいいんじゃないその後で、体をたっぷり調べたらどうわ、わかったよ。本当のことを知りたければ、はるかさんを倒せばいいんだね。さあさ、さないき、さないき。どうせなら、倒すじゃなくて殺すって言えば私も殺すつもりで行くから。 当たり前じゃない。私たちは忍びでしょうん。ひばりは忍びだよ。だから、ハルカさんには負けない。殺せるもんなら、殺してみればいいんだから。<laughs> 怖いの一生懸命隠しちゃって。ほんと可愛い子ね。戦うのが楽しみになってきたわ。ハルカ、悪の定めに舞いじちゃう。

熱的どうせ

やられちゃった。私もひばりの魅力にやられちゃった。どこか怯えた小動物のようで、あなたなんて可愛らしいの。連れて帰りたい。うん、連れて帰りたい。ねえひばり、蛇場に来ない？え、な何を言ってるの？何をって？天候に決まってるでしょ。 無理そうかしら悪は正義より寛容よ何だって許してくれるんだからう,う、そういう問題じゃなくてまあいいわ今返事はしなくてもでも天候のことは考えておいてねイバリが蛇女に天候 そんなことできるわけないよこのくらいは当然ね。 超秘伝忍法書を返して返してと言われて返すのなら初めから盗もうとはしないそそれはそうだけどでもどうして超秘伝忍法書が必要なのどうして超秘伝忍法書の力を借りて誰にも負けない忍びになるためだムラちゃんそれはおかしいよ 強い忍びになりたければ修行で自分を鍛えるべきだよアスカお前は忍びとしてまだまだだなえ鍛えて鍛えて鍛え抜くのは忍びとして最低限の努力の話だ誰にも負けない努力をするのは当然そして私はさらに超秘伝忍法書の力も求める忍びとは 手段を選ばずに強さを追求するべきだ強さが大事なのはわかるよでも超秘伝忍法書を奪ったせいで穂村ちゃんたちの仲間がおかしくなっちゃったじゃない強くなるためなら仲間を犠牲にしてもいいの忍びなら仲間も強さも大事にしなきゃダメだよお前の忍びの道と。 私の忍びの道は違う文句があるならかかってこいほむらちゃんの忍びの道は間違ってるよあつか正義のために舞いしのびます忍びの道に間違いも正しいもないほむら悪の定めに舞いじゅよう

うっ

当然だなアスカタテまだたして聞いてないんだろう？そんなことない結構聞いたよフ <laughs> それが聞いている顔か本当に聞いたんだってもう死ぬかと思ったよ でも、その代わりに超秘伝忍法書は取り返したけどねなっエへ肉を切らせて骨を断つだよキスカ、今日のところはお前の勝ちだだが次はこうはいかんぞ <laughs> 穂村ちゃん 私とホムラちゃんの忍びの道そんなに違うかな <laughs> もしかしたら根っこは同じなんじゃないかな今戦っていて私そんな風に思ったんだ。 上々かな。 もう観念しなさい未来 さあっ ・・じゃあ次は私の番ねあら一つ二つ三つイノシカチョウ なんてことだはいはいはいじゃあお待ちかねの罰ゲームの時間でーす待って負けたのはあたしよだから罰ゲームはあたしにやって 何言ってるのこれはチーム戦でしょ代表者が負けたらチームで責任を負うって決めたでしょたたんまたんまもありでしょたんまも電馬もありません私の父ビンタは痛いわよ 行くわよ～。えいっ！…むぅ <laughs> <laughs>、ぬぬぬ…未来にも行くわよ。 えいっってあれ そんなものがあるかっああ負け続きだからって花札を食べるなんて卑怯よ残念でした未来よくも。 皆さん静かにしてください他の乗客の方に迷惑です何見てるのかしらあなた達たも乳ビンたされたいのハルカいい加減にしろ警察に通報されるぞ 海の匂いがしてきたねもう海に着くのねだったら着替えないとな何やってるハルカまだ脱ぐな早すぎる 大丈夫だってちゃんと服の下に水着を着てるんだから何も問題ないわよじゃあわしも脱いでまうか日陰までおいやめないか 皆さん、どうして静かにできないんですかあ、私としたことがも申し訳ありません 明日から海に行け任務を失敗した直後にどうして海なんですか成果はあった。 超秘伝忍法書を開くと近くにいる者は凶暴化するこれは大きな収穫だ。 それは心配しすぎだ影響を受けたのは小部隊だけつまり体力や精神力の弱い者が凶暴化しやすいのだろう。 浮かたのしむときはたのしむあそぶときはあそぶそれが悪人ってものよ <music> さてでは。 恒例の水着チェックといきましょうか。 うん、いいじゃない、いいじゃない。未来、マニア心をよく分かってる。はるか、そのいやらしい目はやめろ。はいはい、邪魔なタオルは没収しまーす。<laughs> さすがにスタイル抜群ね大きなおまんじゅうが2つプルンプルンしているわはるかさんあまり大きな声でそのようなことはやっぱりそうよねフリフリよねよみちゃんのフリフリに私はクラクラよ 待たせたせのなっ日陰ちゃん蛇柄の水着をチョイスするとは似合いすぎててさすがの私タシも降参よ さあ、泳ぐぞ。<laughs> ほら、日陰さん。冷たくて気持ちがええね。 未来来も早く来いとっても気持ちがいいですわようんちょっと飲み物買ってくるね。 ん未来どこ行くんやじゃち,ちょっと飲み物買ってくるねなんか浮かへん顔しとるやんどないしたんごめん一人にしてくれない何でやせっかく海に来たっちゅうのにわかった未来泳げへんねやろうん 図星かほなわしが特訓してやろうか特訓言うても単純に泳ぎ方教えるわけやないでデク人形と戦って筋肉の使い方を体で覚えるんやちなみにデク人形はムラさんが宅配便でここまで送ったんやあいつの修行熱心さはどう超えとるわ 今はそういう気分じゃないのまあそう言いなさんなほな行くで 마이 춘추! いい動きや次は今の動きを水泳に応用して構わないでん私に構わないでどないしたんや未来なんかおかしいでもう私とこれ以上仲良くしないでこれ以上仲良くなっちゃったら私今さらそれは無理ちゃうか わしらは選抜チームなんやからなあ何かあったんならいいやわしでよかったら話を聞くでだから私に構わないでって言っていいでしょ未来